話に真実味が出てきた私のためよりも胸にストンと落ちてくる誰がシスコお兄ちゃんや怒らないから最後まで言ってみて内容によっては軽いいたずらくらいするかもしれないけど軽いいたずらくらいで済めばいい話になるといいよねはみ出しクリエイティブありがとうでもペンタブはあってもパソコンないと書けないでしょ私のは貸せないけどどうするのあかの意外とパソコン一台持ちなんだ <laughs> なんかこんぐらい第一線で活躍してるからもしもの時に備えてとか使用とか色々な理由 で、複数文字数持つと思ってたここでは書かない。家で描いてみて、わからないことがあればカノに聞きたい。あと余裕があれば絵も見てほしい。どんな絵が来るか楽しみだないや。いいね。ここら辺カノだから、こういうサイドビジネス寄りの話題になっているのか、紙出し、クリエイティブの個別ルート全部こんな感じなのか見定めたいところだよね。苦笑い気味にニヤニヤとした笑みを向けられた。確かに相当ひどいものが出来上がることになる。俺の黒歴史になるだろうから、カノと黒歴史の共有ってことで、<laughs> こいつらしきりに黒歴史共有したがるな <laughs>。 なんか負け犬の傷の舐め合いみたいんだから、やめとけばああ、それはいいかも。私だけあんたに黒歴史握られてるの困ってたしね。だったら教える価値がありそう。それで言ったら、主人公にとっての黒歴史って、小学生ぐらいの時の日和関連での暴力雑だけど、それは主人公喋んないんだね。使ってないノーパスあるから、私の部屋でお絵描きしたいならこれ使えばなんだったらあんたにあげるから、そっちの家で使ってもいいし。あのかい <laughs> 普通に想像通りに複数台持ちなんかい、もらうものが高級 急すぎてさすがに遠慮するまあ確かにノーパソってしかもカノのことだからそれなりにスペックあるだろうから最低ラインが20万ぐらいだよなだから使ってないやつなんだってばあんたがいらないならそのうち捨てるだけだけどなんていい子なの <laughs> じゃあもったいないからもらうねって自然と言えるようなことを提案してくれるなんてじゃあありがたくお返しとか考えなくていいからねこれ液タブを落とさないでくれたお礼だからエモーい <laughs> くっそ処刑 <laughs> <laughs> ま、そうなったら、あの時、タブ40万だっけノーパソが最低20万円ないんだと考えたら、もう一台よこせよ、お前 <laughs>。<laughs> <laughs> それでチャラだよ。ようやく液 <laughs> タブを落とさないでって、生徒会の勧誘に来た時のカノって律儀だな。最初は俺がイラストを描くのに乗り気じゃなかった。カノだけど、いざ教えると決まれば積極的だった。なんだかんだ言って優しいそうだね。これで主人公がちょっとイラストを描く能力が退化して独立とかまあ、そこそこ絵師として有名になってきたら問題点は発生しそうだけどね。その積極さゆえか、カノはふと何かにひらめいた顔をしたえ何、何文化祭の出し物をお絵かき講座みたいな <laughs>。<laughs> 神絵師のお絵描き講座とか金払って参加できるもんだと思うけどね。文化祭の出し物として絶対できないよな。 あ、それいいね。なんか主人公独立したらどうしよう。自分のオリジナリティ、アイデンティティをひけらかして、カノと対立したらどうしようと思ってたけど、カノの補佐に全て力を注ぐんだったら、お互いの目的に合致してるもんね。塗りって色塗りそう。線そのものが綺麗な人もいるけど、人気絵師さんの中には、うまさの9割塗りって人も多いから、正直線が苦手でも、塗りでどうとでもなる感じ。へえ、全然輪郭とかそういう線形が重要だと思う。 思っていたわ。意外と塗りなんだ。まあ、確かに水彩画っぽい色鮮やかなイラスト描く人上手いなと思っちゃうもんね。ベースを聞くくらいならすぐできるようになるだろうし、それやってくれるだけでもかなり助かるかな。何言ってるかわからないだろうけど。<laughs> <laughs> と思ううんだったら分かるよよに説明してくれよ <laughs> あの1回でも、あのカノから助かるかなって言われちゃったら主人公としてはやらない選択肢ないよなそれって絵の知識とかセンスがなくてもできるもの上手くなればなるほど知識もセンスも必要だけど仕上げみたいなものは全部私がやるから。すごい最初の一歩踏み出しやすいやんぞこれ <laughs>。まあクオリティというものは往々にしてたくさんの経験によって生まれるものだからね。そのうちカノの指示なくてもカノの手元とか見て自己判断でし 主人公が操差することもできるようになるからね。あんたにお願いするのは料理で言えば、お鍋と食器を出してもらうところまでくらい。あもてれもセンス関係ねえ。<laughs> なんかクオリティだのたくさんの経験だの勝手に熱くなってしまった。自分が恥ずかしい。<laughs> 俺にもできそう。こんな最初の第一歩簡単なことある。<laughs> いや、ここら辺かのがうまく立ち回ってくれた。おかげなのかな？<laughs> 実際はもうちょっと難しいかもしれないジャガイモの皮を剥いてもらうくらい私はそれでだいぶ助かるよその料理たとえ何なのわ <laughs> かりやすく説明しろっつったけど炊事とか日和任せの主人公に言ったところで結局わかりにくいんじゃないかもちろん上手くなってくれたらもっといろんなことお願いするけどとりあえずは塗りを目標にしよっかいいじゃんもうプライベートと仕事の境界線あやふやになりそうだけどカノンのそばに入れる口実として完璧じゃないか俺うん頑張ってみるかわいいな流し人公が <laughs> <laughs> 小学1年生に足し算を教えてるみたい <laughs>。出だしこそ嫌そうな顔をされたけど、結果的には喜んでもらえた。これで本当に彼のお手伝いができるようになれば嬉しい。あと 背景とか小物描けるようになってくれたらすごく嬉しいもうガンガン量こなしていってそういうカノの願望を一つ一つこなせるようになってくるといいよねそれは本格的な絵の勉強が必要そういいねじゃあ今のところで言うと塗りを目標にしてその後絵の勉強をして小物とか背景がきって感じになるのかな主人公の今後の未来のステップアップ的には期待せずに大げさな要求してるからあんたも真面目に受け止めすぎないででもなんで私の手伝いしようと思ったの純粋な行為いや行為じゃなくて行為なのが恋人同士っぽくて なフ <laughs> 字幕に起こしてるからこそ伝わるこの意味合いね好 <laughs> 意だと優しさとか恩返しとかそういう他人行儀なところが見えるけど好意だと彼女に尽くしたいっていう気持ちが全面出てるもんねまあそうイベント以外でも何か手伝いできればと思ってんあんたってイベントの手伝いといい生徒会長の仕事といい結構自主的に動くよねえ何この突然のディスタイム <laughs> 煽ってる <laughs> というか主人公はきっと誰かのためにっていうのを心の底から思った時に自主的に行動できるタイプだよね。暴力沙汰を起こした時も日和のためにって感じだし、生徒会長になった時も日和のためにって感じだったし、まあそれは今回の場合、彼の力になりたいっていう明確な目的があるからであって、 私と同じくらい日和リが好きでしょそれなら今までにだって日和リのために何かしようと思いつきそうじゃない確かに <laughs> 日和リのために恥全般やるとか容易に想像できるけどね <laughs>。でもそれは実行に起こさないのは何か理由があるのかな案外いい。というより人をよく見てるようなカノは素直に交参して両手を挙げたカノが何でも話せって言うから正直に言うけどイラストを描きたいと思ったのは日和への後ろめたさがきっかけであそこに日和が入ってくるんだ。え、まさかのこれから落ちポイントなんだ <laughs>。 <laughs> まあ、頼む。重たい話的な感じ。セックス前に終わっちゃったからね。セックス後は主人公の重たい感じって感じ 話に真実味が出てきた。私のためよりも胸にストンと落ちてくる。誰がシスコお兄ちゃんや <laughs> 未いまだにカノンの中では彼氏よりもお兄ちゃん属性の方が強いっていうイメージがあるのかな主人公に対して。怒らないから最後まで言ってみて。内容によっては軽いいたずらくらいするかもしれないけど。軽いいたずらくらいで済めばいい話になるといいよね。<laughs> 俺はちょっと BGM も止まってるし、不穏な空気を感じ取ってしまうんだけど。日和が一日中働いて家にお金を入れてくれてるのに、俺は日がない一日。 遊んでいていいのかという申し訳なさに今さら耐えきれなくなって <laughs> もうしょっぱなからクソゴめ発言してたっけ <laughs> 本当に今さらやお前もう何年間その罪悪感に気づかなかったの？ごめん本当に今さらだね。<laughs> 妙な愛の手入れんの前 <laughs> 人しきり喋らせろこっち側に <laughs> 今までも後ろめたさはあったんだけどでもそれは俺一人の問題だったから自分に言い訳して抱え込めてた両親の事情とか親戚の事情とか言い訳だけは豊富にあるからだいぶ長いこと休ませてもらってたまあ同じ境遇ににいるる日和は立派に仕事してる時点で十分主人公は甘やかされててしまってるけどね <laughs> でも日和への後ろめたさを彼女との恋愛の中へ持ち込むのはダメな気がしてさイチャイチャしてる最中に後ろめたさを覚えて声に集中できないのは嫌だなと思ったんだ俺 ままあ、すげー言葉選ばずに直球で行っててしまうとなんて自己中心的な男な男んだと思ってしまうわ <laughs> 自分の恋愛に集中したいから今までずっと感じないようにしていた罪悪感を今更になって感じるようになるっていうねすげえ調子いいやつみたいに見えてきたせめて何か将来に繋がる行動をとりたかったいやまあ本文は勉強だからそっちはそっちでしっかりやるとしてそれとはまた別にアルバイトとかこのアルバイトっていうのはもしかしてカノの塗りの手伝いとかそういうのも含まれてんのかなちょっとそれ次第だと主人公の今まで無産の しつつあったさ成分が復活してしてまうんだ、けどただこのと付き合ったばかりのこの時期に、アルバイトで毎日を埋めるよりは、もう少しだけ学生の身に甘えて、技術でも身につけようかなと、この決断が基地と出るか今日と出るかって感じだよな。文章だけ見ると、今はイチャつきたいから、アルバイトはお休みで、みたいな感じで、後回し癖みたいに捉えられるけど、これで本当にカノの右腕として機能できたら、いい選択になるもんね。<laughs> ださあいや怖 <laughs> どういうコメントくんのが怖えよ <laughs> もうなんなら軽いいたずらの一つでもやってこいやぐらいのテンションだったのになんかお説教始まっちゃうこれ恋に浮かれたい気持ちもあるんだけど彼ノを抱きしめるたびになんかちょっと自分をごまかし続けるのが嫌だったごめん別に間違っったこと言ってないんだから謝ら謝なくていいいいいいでしょなん結構私に謝るよ、ね、無神経よよね無りはよっぽどいいけどけいいじゃない女の子に尻に敷かれるタイプの男っていうのはこと恋愛においてはうまくいきがちな傾向にあるからねでもセックスの時は立場が逆転し 今度カノが主人公にいじめられるっていう構図がギャップ萌えで最高なんだよな <laughs> もうサブリミナル的に俺の兵器紹介するけど <laughs> 私が言いたかったのは、あんたさ、割と面倒なこと考えるよね。私と付き合うか付き合わないかの時も一回待ったかけたしさ。ま、なんか若干甘の弱気質なところあるからね、主人公は。なんか今行けばいいのにっていう時に無駄に考え事したりとか、ちょっと決断力がなまってるのかな。あやうく喉からごめんと出るところだった。でも謝りたくなるほどめんどくさいな、俺。けど、よく考えてみれば、私も面倒なこと考える性格だった。あんたが先回りしてるその気遣いみたいなの、何も言われなければ私がこじらせて あじゃあカノルーザはどっちにしろこじれルートって感じだったんだ <laughs> もう主人公がこじれ役を買っててなければカノがこじれていたかもしんないってことね。はみ出しクリエイティブ